宇都宮市のとあるカフェ。こちらのカフェでは定期的にライブが行われ、さまざまなミュージシャンが出演しています。この日行われるライブのプロデューサーを務めているのがギタリストの小川道夫さん。1974年鹿沼市に生まれ、98年に CD デビュー。現在まで6枚のオリジナルアルバムをリリースしています。小川さんならではのこう世界観みたいなところがやっぱりすごくオリジナリティがこう強くて、そんな感じのところが好きですね。性別とか年齢問わず自然に染み込んでくる、なんか空気のような存在なんだなって思って、一人でなんていうんですか、全部完結させるというか、でしかも全部オリジナルでやってられてるので、それはもうすごいな、すごいテクニックもあるし、はい、小川さんは現在も生まれ育った鹿沼市で楽曲を作りながら、栃木県内はもちろん東京や関西でも積極的にライブを行っています。言葉じゃなくて、これも音聞いてもらうというか、それがもう伝えることが全て入っているので。今週の栃木ストはギタリスト小川道夫さんの音楽の世界をご紹介します。改めまして、今週の栃木ストはギタリストの小川道夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご自分で曲も作って演奏されていますから、シンガーソングライターとかミュージシャンという言い方もできるんですが、ギタリストとご紹介させていただいてよろしいんですか。ええ、まあ、分かりやすいので、ええ、まあ、取材ではギタリストと言ってるんですけれども、まあ、プロデュースもしたり、はい、曲もしたり、まあ、レコーディングのエンジニアまでするので、自分でも結構迷うことが多いんですけれども。そんな小川さんが弾いてらっしゃるアコースティックギターがこちらですけれども、アコースティックギター、アコギのどんなところが魅力ですか。そうですね、まあ、響きも好きなんですが、まあ、アコースティックギターっていうのは小さなオーケストラと言われるように、まあ、リズムとかメロディー、ハーモニー、一人でね、まあ、こう奏でることができるので、まあ、そういうところが魅力で好きになったところですね。そのアコースティックギターに、まあ、アンプをつなげて、はい、そこでライブで演奏されているわけですけれども、うん、先ほど、ね、冒頭の VTR でもとっても特徴的な演奏方法をされていましたけれども、ああいうスタイルになったのは何かきっかけがあったんでしょうか。まあ、若い時というか子供の時からギターが好きで、いろんな CD を聴いてたんですが、まあ、中学校の時に、マイケル・ヘッジスというアメリカのギタリスト、もう亡くなってしまったんですが、そのマイケル・ヘッジスの奏法に影響を受けて、こういうちょっといろんな特殊奏法みたいなのを、始めて、まあ、その14歳でギター始まったんですけれども、もちろんこういうスタイルって今でこそまあいろいろね YouTube とかで見られますけれども、地元にいなかったんですね、先生がね。だからもう独学でもう CD を耳から何回も聞いて、コピーですよね、耳コピーして、完全に独学です。ご自分でもお作りになったと言っていいと思うんですけれども、改めてですね、小川さんがどんな弾き方をするのかちょっとご覧いただきましょう。まず特徴的なのは、ね、このボディをバンバンと叩く、これボディヒットというんですけれども、はい、まあ、バスドラム、ヒットラムでいうとバスドラムの感じですね。それからこれはですね、タッピングっていうんですけれども、弦を普通は弾くんですけれども、はい、これは勢いよくフレットの上を叩きながら音を出すという、まあ、特殊な弾き方ですね。はい、で左、片手でこう弦を押さえて、もう片手でメロディーラインを、そうですね、右手、普通右手は弾き手なんですけど、メロディーラインを押さえたりしてます。これす
ごいですね。すごいですね。もう見たことのないような演奏方法ですけれども、一度にいろんな音が聞こえてくるような気がするんですが、本当一人で弾いてるのという不思議な感覚になりますね。そうですね。まあ曲を作ってみて、あ、これは一人じゃできないなって思って、でもそれをいかに一人で弾きたいなと思って、こういう奏法を、まあ、編み出したというか導入していったりして、で、まあ、そのチューニングというのもちょっと普通のチューニングと違っていて、ほうほうほう、まあ、スタンダードチューニングっていうのがギターあるんですけれども、それとは違う独自のオープンチューニングという、チューニングで雰囲気をまた変えながら演奏してます。相当これはね、練習とかを積まないといけないと思いますけど、これ実際に身について自信持って弾けるようになったっていうのはいつ頃でした？もうこれはもう先がないですよね。先がない。今でも全然納得できないというか、まあ、どんどん弾けば弾くほどこうもうちょっと良くて、こうしたいなこうしたいなっていうのがどんどん出てくるので、弾ければ弾けるほど余計に謎が深まったり、知りたいことが深まったり、テクニックをもうちょっと身につきたいなと思います。ギターの音はもちろんですけれども、パフォーマンスにも見入っちゃうような感じがしますね。まあ、テクニックをこう前面に出すというか、自分の作った曲がこういかに端的にリスナーに届けられるかっていうのがテクニックだと思ってるので、そういうのを目指してますけど。実際小川さんのギターを聴きたいという方、演奏はこういうところでされてるんですね。宇都宮市西原平成通り沿いにあるツーツリーカフェです。こちらのカフェで行われているライブイベントの一つ、ツーツリーアコースティックエキシビションは小川さんがプロデュースをされています。小川さんの演奏はもちろん、小川さんが厳選されたアーティストの演奏を間近で聴けるという至福のひとときが過ごせます。これいろんなアーティストの方が来られているそうですけれども、はい、まあ、僕もあちこちこうツアーで回るので、そこで知り合ったミュージシャンとかを、読んだり、まあ、気に入ったミュージシャンを読んだりして、まあ、アコースティックの楽器をメインとして読んで企画してます。これウッドベースも出てきてますけれども、これはハニークッキーズというブルーグラスバンドなんですが、ほうほうほう、まあ、普段は東京で活動してるんですけれども、このベースの女性が鹿沼市出身、はい、でギターの、手前のギターの方が今市出身ということで、こちらに怒りがあるということで、じゃあこっちでやりましょうということで先日やりました。多くのこうカフェでこういうライブが行われてますけど、小川さんが本当に先駆者的な存在だったと伺ったんですが。そうですね、その当時栃木県でカフェってまだそんなに今ほど広がってなかったんですけど、まあ、僕のたまたま出身の、鹿沼市のですね、カフェ京ちゃんのオーナーが、風間くんというんですけれども、僕の幼馴染なんですね。で彼がお店をオープンした当時にもうずっと東京でライブをやってたんですけれども、なんか地元でこうなんでやんないのと言われたんで、何か楽しいことをやろうということで始めたということなんですね。猫宿商店街初だったんですか、これは。そうですね、まだその頃は猫宿とも言ってない、言ってないですね確かに、はい、京ちゃんも端っこの方でやってたから。カフェ、どうですか、ライブハウスなんかでもされてたこともあるわけですね。もともとはそう、ライブハウスがほとんど8割9割だったんですけれども、なんか自分の音楽っていうのはカフェに合ってるんじゃないかって、その風間くんと一緒に企画始まった頃からなんか気がつき始めてですね、コーヒーの香りとかも好きなので、そういうくつろいだ雰囲気の中で聴いてもらおうっていうのがいいのかなと思います。またこうカフェだからこその良さっていうのはどういうところになりますか？そうですね、やっぱりスタジオじゃない、ステージとですね、客席の距離が圧倒的に近いという、これを見ると分かるんですけれども、お客さんが1メートル先ぐらいに入ってる、ね、やっぱりこの空気をね、やっぱりこう共有できるっていうのが、まあ、ホールと違ってね、ホールはちょっと遠いのね、お客さんが、なんで僕のこう空気感というか、お客さんもこう途中で話しかけてきたりするんですけれども、まあ、そういうホールにはない、まあ、ライブハウスとかにもない良さがカフェにはある。お客様にとっては小川さんのこう指使いがもう間近で見られる、本当に近い距離でというのはいいですよね。さあ、コマーシャルを挟みまして、いよいよ小川みちおさんの生演奏を披露していただきます。
曲ということで、本当にねパフォーマンスを見ているだけでいやもう指使いが素晴らしくて、うん、本当に素敵でした、ね、いろいろな音を奏でて、うん、なんか本当に心地いい和音なんですよね私にとっては、あそうなんです、小川さんは3月、いろいろなところでライブを行われるということでちょっとご案内いたしましょう。3月9日土曜日は鹿沼市にあるミュージックバーキッスザコットでソロギターライブが行われます。そして3月17日日曜日には宇都宮表参道スクエアにある多目的ホールでのイベント、オキャロランの調べに出演されます。どんな風に楽しんでいただきたいですかライブ。そうですね、やっぱりこうくつろぎながら、まあ、カフェとこうオキャロランの調べもこうそうですね、表参道スクエアのくつろいだ雰囲気でホールとは違う感じですね、はい、楽しんで。さあでは小川さんのライブ情報そしてまた CD についてなんですが詳しくは小川道夫さんのホームページがありますのでこちらご覧ください。小川さんどんなギタリストを目指してらっしゃいますか今。そうですね、具体的に5年後10年後どうするかっていうのは考えてないんですけれども、まあ、日々なんかこうワクワクした感じを持ちながら創作できればいいなと、まあ、そのためにはこう感受性を磨いていきたいなと思いますね、はい、いろんなところで演奏されてますので、はい、ぜひぜひ機会がありましたら聞いてみていただければと思います。今週の栃木ストアギタリストの小川道夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。